絶対に幸せにする覚悟があったからあなたを産んだ。だから無理心中なんかするわけないよ。母が事故を起こした日、彼女は夜も昼も働き詰めで、熱を出した私を病院に連れて行くために友人から軽自動車を借りていました。ありがとう。そのことは後に母の友人が証言していました。私が生まれてこなかったのか、死ななくて死んだってことでしょ。火事のこと覚えてる？あの日慰問に来てくれた松岡さん、あの人は自分の命を犠牲にして弟を救ってくれた。私これからも一生松岡さんに感謝しながら精一杯生きていこうと思ってる。もう誰にも死んでほしくない。英子にも。英子ちゃんも自分の命の大切さと、私たちにはきっと素敵な未来が待ってるよ。そう信じて生きていこう。生まれてきてよかったと、グリーンリバーの娘より、先日金持ちの客から店を持たせてやるから愛人にならないかと誘われました。
文兵衛様へ、あなたが白紙の手紙をくださった意味を理事なりに考えてみました。思うにこれはあなた自身の心を表しているのではないでしょうか。今のあなたには自分の道が見えていない。でもどうか絶望しないでください。どうか諦めないでください。あなたの未来はまだ白紙です。白紙だからどんな未来も描けます。全てがあなた次第なのです。何もかもは自由で、可能性は無限に広がっています。その人生を悔いなく燃やし尽くされることを心より祈っております。悩み相談の回答を書くことはもうないと思っておりました。最後に素晴らしい難問をいただけたこと感謝いたします。本当にありがとうございました。注文を渡るか。